第二節、がん治療食の実際。生命力にあふあふれる新鮮な食物を食べることできるだけ食品の全体を食べること食事とは生命体が別の生命体に取り込まれる新鮮な過程です消化とは腸において取り込まれた食物の生命エネルギーが食事を食べた動物の生命エネルギーに変わる過程です 科学的に言えば千島学説が示すように食物が消化管上皮で直接赤血球に変換され体中の細胞に分化していく過程です。ここで千島学説から導かれる重要な結論は食物の生命力が直接人間の赤血球の生命力に影響しひいては人間全体の生命力に大きな影響を及ぼすから。 生命力に富んだ食食物をべべるるきであるということですこのような観点から見れば玄米は白米より生命力に富んでいるから食品として優れていることが理論的に理解できます保存食品や加食が良くない理由は保存操作や加熱により食物の生命力が低下するからです保存食品はいくらうまく保存しても 生きている状態より食物の生命力は低下するに決まっていますすべての生命体は死ねばその瞬間から腐敗する運命にありますいくら保存量などの食品添加物を加えて腐敗を防止しても生きている状態は再現不可能です冷凍食品などの凍結保存した食品も塩や砂糖や防腐剤で腐敗を防止した食品よりましですが は煮たり焼いたりすれば食物は多少食べやすくなり消化効率は良くなりますが高熱で変成してしまい生きている状態からは程遠くなってしまいます生きている状態で食べられるものはなるべく生きているままで食べた方が生命力にあふれていると言えますゲルソン療法やコーダ療法が 新鮮な野菜や果物を勧めるのは生命力にあふれている食品を食べた方がより強い生命力が得られその結果自然治癒力が向上するからです動物性食品は植物性食品に比べて新鮮さという点では格段に劣っています植物性食品の玄米や豆などは種でありかなりの長期間芽を出す力を持っており 生命力にあふれていると言えます野菜や果物も取り入れをしてからしばらくの間は新鮮な状態を保っており腐敗するまでには時間がかかりますしかし動物は死んで呼吸や血液循環が停止すればすぐ腐敗が始まりますですから動物を新鮮な状態で食べようとすれば生きたまま食べるか 殺ししてすぐ食べるかしかありません自然界の肉食動物は餌の動物を殺してすぐ食べるのが原則ですが人間の場合はこのような食べ方は例外となりますこの例外としては魚を殺してピクピク動いているうちに刺身として食べる踊り食いがありますが海辺に住んでいる人以外はこのような食べ方をするのは困難ですこのような事情から 人間が動物性食品を食べる場合は新鮮な状態でというわけにいかずどうしても少し腐敗している状態のものを食べることになります腐るという漢字は肉がふすなわち腸についている状態を示しています昔の人は肉が腐りやすく体に悪いことを直感で知っていたのではないでしょうか肉や魚を焼いたり煮たりした場合 タタンンパク質はは変性ししビタミンは壊れてままいます。干し肉や干し魚などはミイラのようにして食べていることになります植物性食品では漬物が保存食品ですがこれは冬の間に新鮮な野菜がないのを補うための食品です新鮮な野菜があればわざわざ漬物を食べる必要はないと言えます食品は可能ならば 部分ではなく生きている生命体の全体を摂取した方が望ましいと得ます。人参や大根なら根だけでなく葉の部分も食べた方が良いと言えます。りんごや柿でも皮をむかずに食べた方が健康に良いと言えます。小魚なら丸ごと食べる方がよくいろいろな栄養成分が摂取できます。肉などは動物の筋肉だけを食べているわけですから。 栄養は偏ってしまいまいす。日本食の刺身は殺してすぐなら新鮮と言えますが魚の筋肉しか食べられませんこの点玄米や豆などは発芽力のある種子の全体を食べていますから理想的な食物といえます世界の料理を比較すると素材の新鮮さという点では伝統の日本食は世界一優秀といえます この食事の伝統が日本が面積の狭いアジアの小国ながら世界第二位の経済大国としてやっていける理由かもしれません。西洋料理は肉や乳製品が中心ですし中華料理はしイタリたり煮たりの料理しすぎで素材の新鮮さが足りないと言えます。